こんにちは、玉木さん。まあ、武漢熱のことなんですけども、武漢肺炎ですかね。去年の11月の末ぐらいに私初めてそういうことがあったってことを知ってですね、武漢の方に、かなりね、注目してたんですけども、しばらくして調べてみるとね、よく分かってきたのが、その確かに何かしかの、まあ、武漢肺炎と言われるものが武漢でね、流行ったのは、発生したのは確かなんですけども、よく調べるとこの COVID-19 って名前がついてますけども、これね、毎年のようになんですか、コロナウイルスって毎年あるんですよ。毎年あって、同じような感染率と死者数なんですよね。まあ、ですから別に今急に話題にすることではないんですけども、ここにね、乗っかったのが中国共産党なんですよ。というのが、武漢で大規模な粛清が行われて今でも続いてるんですよ。で、それの死亡者をこの肺炎にかかったからだよっていうふうにして、いわゆる口封じをしてるんですよね。で、それを見て他の国ってびっくりしますよね。うわ、武漢熱であんなに死んじゃうんだ、気をつけろみたいな感じでやってて、で、いざね、発信してみると結構数字が取れるんですよね。今日もコロナに感染しましたって、日本でね、今日も1名が発見されましたとか言いますけども、その武漢熱にかかった人1名を発見する裏で、まあ、いつも言うんですけども、もう餅を喉に詰まらせて死ぬ人は1700人いるんですよ。じゃあどっちが大事件なのかなってことなんですよ。やっぱりね、感染症であるコロナウイルスで感染しても、今日本でお亡くなりになった方、この3ヶ月でやっと17人、まあ、もしね、当事者の方がいらっしゃったら本当に気の毒ではあるんですけども、死亡率としては高い方ではないんですよ。それよりもお餅を食べた死亡率の方が高いんですよね。で、自殺者の方は毎日50人ほどいらっしゃいます。自殺者がですよ、自殺者が毎日50人いるんですよ。で、殺されてしまう方、殺人に遭う方、1日に、大体ね、8.8人っていう数字がありますね。9人ぐらいです。知らないところでだいぶ人ってのは、伝染病でもないところでいっぱい死んでるんですよ。こっちの方が社会問題なのに、なかなか話題にならないんですよね。不思議ですよね。ということで、トータル4000人ぐらいの方が1日のうちにお亡くなりになってるんですけども、そのものすごい低い確率で、今武漢熱で死んだとされる方ってのは、この数ヶ月、4ヶ月ぐらいでやっと4000人なんですよ。日本で1日に死ぬ人数って1日4000人です。どっちが大事件なのかなってことなんですよね。確かに不気味な病気ではあるんですけども、ただその不気味な病気って毎年起きてるんですよね。どうもね、私はね、最初はこの武漢熱って恐ろしいんじゃないかなと思って、誰よりも早くリサーチして、誰よりもたくさん調べてみたんですけども、今ね、この日本で起きてる、世界で起きてる、その横並びの恐れっていうのは、本当に自分で判断するんじゃなくて、他の国が警戒してるからうちでも警戒しましょうとかね、よその国で報道してるんで、うちでも報道しましょうみたいな横並びが起きてるのかなと思うんですよね。もちろん捉え方は様々なんですけども、まあ、恐るに足らずってやつですか。多分5本5本と咳をしたりね、インフルエンザにかかっちゃったって方は身の回りにいっぱいいらっしゃったと思うんですよ、今まで。でも今私たちの周りにコロナ肺炎にかかっちゃったって方いないんですよね。都道府県にそれぞれ1人とかね、北海道は結構多いですけど、いますよ。で、ある人に言わせれば、感染はしてるけども検査を受けてないからっていうことも言うんですけども、いや、症状がないんだったらそれは別にいいんじゃないかなと思うんですよ。それから400数十人の方が感染して、350人ぐらいの以上の方がね、退院して、もう改正にもう完全に完治してるって話なんですけども、再発するんじゃないかなっていう方もいるんですよ。でも再発っていつまでを再発っていうのかって問題もあるんですよね。10日以内に発症したら再発なのか、それとも10年間待っていなくてはならないのか、それとも50年後も再発したらやっぱりコロナって怖いよねって言わないといけないのかなってことを考えると、冷静に考えると無視してもいいレベルなのがこの武漢肺炎かなと思います。その無視してもいいような状況に多くの方が心乱されてね、もうなんか経済活動止まっちゃってね、あかんなと思いますよね。だからね、日常生活をすることですよ。で、一定の衛生管理レベルっていうのは慌ててやるもんじゃなくて、普段していることで十分だと思いますよ。手洗いをするとか、なんか着替えをするとか、当たり前にやってたことだと思うんですよ、清潔な方はね。でも、その清潔感がなかった方が今回のことで清潔感を取り戻して、結果インフルエンザにかかる人が400万人減ったという、結局ね、武漢肺炎によって多くの方が実は生命とか健康を維持されているというね、実はいい傾向なんだなと思いますよね。で、意地悪な言い方すれば、不潔な方が多かったってことなんですね、きっとね。手も洗わないし、この除菌液も使わないし、なんか困ったもんですよね。
で飲食店行くのいいと思いますよ。今飲食店はすごくいいサービスで、宿泊とかもね、今まで以上に丁寧にしてくれてますし、まあ逆張りがいいってことですね。大多数の人が同意した時には大体間違ってますから、まあ、そんな感じで私は生きております。今日もよろしくお願いします。いってらっしゃい。